のお友達発見。フルル。フルル。おと。友達がいるの？やれやれ。うん。よっしゃ。よし。面倒そうな相手だ。いけるぞ。何かに使えそうだな。限り緑で覆われてる。すごい。はあ。どうした？悪かったな。景色？いや。アルフェンまで？ああ。カラグリアにも妙な形の岩はあったが。だろ？あっちなんて。ま、ああ。それは。そう簡単に崩れたりはしないはずよ。そうなのか？メナンシアは地の精霊力を集めているはず。これだけ緑が生い茂ってるのもそのおかげってことか。あの岩山もそのせいなのかよ。強い力はそれだけ多くのものに影響を及ぼすわ。こんな風に偏ってるのは本当は不自然だよ。誰かがレナ人が手を加えたってことか。そう言われると。
敵が減ったわね。俺がやったんだ。見直したわ。魔王エミカ、早速でいけそうだ。もっと力が必要ね。やってやる。マジ精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。油断しないで。言われなくても火の精霊力を行くよ。まとめて回復するわよ。その前に力が湧いてくる。二霊という文化はないの。メーナーに言うようなものは魔王をやめた。マジか。身元に行けぞ。これはいい武器の素材になるぞ。やばそうだぜ。ここになるなら来い。まだまだ上を目指す。容赦しないわよ。挟み撃ち火の精霊術よ。バーを蹴らす。毒の前に終わりだ。行け。上げろ。狙いだ。毒だ。三日月よ。振り注ぐな。終わりだよ。こういう連携だ。揺れる。行け。精霊力を。やったか。完璧だね。決めて。精霊力全開。いっけ。いけるよ。いけるよ。魔王エミカ。逃がさない。終わりだ。決めて。精霊力全開。いっけ。順調順調。あんまり気を抜かないでよ。
るしかない。どんどん倒すぞ。まだまだ鍛えねえとな。容赦しないわよ。バラバラにしてやる。行くよ。魔王エミカ。終わりだ。こいつです。俺たちの代表じゃねえか。終わりだ。おいおい、やべえぞ。落ち着けろ。おお、落ち着いてるって。ないから。炎よ、撃ち込む。おお、仲間を奪ったな。してくれたの。使い手がいなくなっても手間が。そうだった。どこだ。こいつで。魔王エミカ。もらったんすか。入れてやる。行くよ。オーラを。やっと。やっ。終わりだ。マジンジェン。行くぞ。で、超連打だ。豪華バックエンジン。交流連歌さん。
仲間。まだ終わらないよ。ダリオ来る。
野宿は嫌なの。金槌の音っていいよな。ズーグルはともかく気持ちのいい土地だな。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。リメル、ちょっと話そう。しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。終わりだ！泣き払う！これで！
終わりだ。シオンの炎と俺の技、すれば何倍もの力になるわ。やってやる。どこだ。どうだ。撃ち込め。やっと。やっと。落とせれば終わりだ。相手には困らないな。魔王を演じるよ。私に任せて。流水の叫び。どこだ。引き締めていこう。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。あるぞ。周りで働いてるのダナ人だよね。畑に家畜に、なんだかえらくのんびりしてないか。どうなってるんだ。
出す。あ、やれやれ。えーの。
こういうとこで動物を育ててんだな。寄り道したからにはちゃんと活用すべきね。俺がやんのか。誰がやるかはともかくだ。レナの装甲兵。レナ人の町なのか。こんな大勢のレナなんて初めて見たぜ。いや、コアが見えた。つまり皆ダナ奴隷だ。奴隷にしてはみんなちゃんとした格好してない？それに笑顔だ。気をつけろ、何かおかしい。失礼。皆さんはこのエリデ・メナンシアの外からやってきた方々とお見受けしますが、そんな怖い顔をしないでください。私はドラシン、民生局で働いているダナ人です。民生局？住民の生活全般を補佐するための部局です。外から来た方の一時受け入れも担当しています。滅多にないことですが。俺たちを捕まえて強制労働でもさせる気か？まさか。いや、よそから来て疑うのは無理もありません。ですがここは違うのです。以前はこの国も五稜の霊に漏れず厳しい統治下にありました。ですが7年前、テュオハリム様がスルドに就任されてから一切が変わったのです。テュオハリム、あの方が来られてからダナ人は初めて人間として扱われるようになりました。この国のダナ人たちは皆テュオハリム様を慕い、ティオハリム様のために望んで働いているのです。レナのスルドのために自分から望んでって、信じられない。どうぞご自分の目で確かめてください。どこへ行くのも自由ですから。何かあればいつでもどうぞ。どうしたんだ、難しい顔して。俺たちはここを解放しに来たはずだ。うん。なのにここのダナ人は喜んで働いている。ここに壊すべき壁はあるのか。
同じことよ。どのみち私たちはスルドの元に行くのだから。それはそうだが、せっかく自分で確かめてみろって言われたんだ。少し見て回ってみようぜ。それで何かわかるかもしれないし。本当にみんな笑顔だね。こんなに活気のある街は初めてだ。よし、行くぞ。野宿は嫌なの？なんつうか、腹はちゃんと満たせるはずよ。ゆっくり休んでくれ。みんな準備はいいか？なんかこの下にお宝でもあんのか？誰もそんな話してない。やるしかない。流水の盾に準備が出る。そこだ、撃ち込む。空を飛ぶやつか。私ならいけるぞ。
こうだ。どうだ、やるじゃん。相手にならないわね。相手にしなきゃいいのに。向かってくるものはしょうがないでしょ。私でもやっつけられそう。この元に。もう遠慮だ。終わりだ。この力で。行くよ。ほらほら出ていって。見えた。ガジュマック。行くわよ。狙われてない。もう遠慮だ。もう遠慮だ。何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 だ。行くわよ。やれるぜ。終わりよ。遠慮だ。止めろ。もう遠慮だ。決めて。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことがあるんだよ。決めて。精霊力全開。いっけ。もっと腕を磨かないと。鋭いはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。こう飛ばれるとやりきたって仕方ねえ。シオ、頼めるか。お、任せて。いけるぞ。俺は止められねえぜ。野宿は嫌なの。なんつうか過ごしやすい国だな。行き、さて寝るか。十分休めたな。進もう。フルル、お友達がいるの？通りを行く誰もが穏やかな顔をしている。本当に奴隷扱いされてないみたいだ。
まさか本当に平等な扱いを。一体何のために。なんだか気味悪いぜ。結構な話のはずなのに。スルド・デュオハリム、何を考えている。なあ、そろそろ行こうぜ。
森もにぎわってきたかな。よし、おい。聞こえるよ、助けを求める声が。面倒なことにならなければいいけど。どうした？くっ、なんと。おい、わかった。おい、わざわざじいさんの贅沢に付き合わなくていいんじゃねえか。宮殿の待っている人がいるみたい。よし、話を。そんな。これで。お。ちょっと。
ズーグルの牙、いい武器になるだろうに。何でも武器に結びつけるのやめなさいよ。ま、シオンだって食べ物の話だと人が変わるじゃないか。いただき。下で休めそうね。ああ、近いわ。まったく。よし、いいな。よっ。これは、おいおい、やべえぞ。くっ、you
しうまかったな。じいさんが必死になるのも分かったぜ。気づくのが遅いのよ、シオン。とりあえず口についたソースを拭こう。この国のスルド・デュオハリムについて誰か知っていることはないか。そういやシスロデンにいた頃は傍術使いだって聞いた。傍術？よく知らねえけど、長い棒切れ振り回して、あとは草だか木をどう。草？メナンシュは地の精霊力を集めているは。人物についてはわからない。信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて。修練場か。やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練といっても戦う場所には違いないもの。誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きでいこうぜ。
今日はお父さん採石場で働いてるの。僕のお父さんもだよ。僕も大人になったら手伝うんだ。ダナ人は採石場で働いているみたいだな。行ってみようよ。気を引き締めていくわよ。すみません、体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか、では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうございます。張ってるっていうより守ってるみたいだぜ。どうして、どうしたらこんな。そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。エリデ・メナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛ってメナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？たった7年だよ、悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。はっきり言うが、私はティオ・ハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ、アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい。この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々コノイも立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、本当に行くの？罠だったら。あのキサラって女、スルドに仕えることに。それってレナに支配されてるってことじゃない？レナはもともと実力主義の社会よ。どういう形であれ、仕える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかな。そんなの絶対騙されてるんだよ。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。本心からの忠誠だとして、それが自発的なのか強いられた結果なのか。まあとにかくスルドに会ってみようぜ。それで分かることもあるだろう。そうだな。
敵の気配はないな。宮殿はあの町の奥にそびえる建物ね。危険があると思うか。あっても、やっぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに。俺もそう思うけどさ、300年分の恨みより上の理由ってどんな理由？300年虐げられてきたからこそ、デュオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっと、アルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのは、やっぱり やあ、ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、テュオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く？いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする？ここで戦うのか？その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか？兵士の気晴らしに殺される者、区域にあえぐ者、いないはずだ。ただの一人も。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが、私には通じない。いたずらに対する罰は必要かな。アルフェン！ほう。まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの？それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。
なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。えりすぐりの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ？その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存？ダナとレナの共存？スルドブリガは、それで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。よせ！勝負はもう、よせ！私はあなたを絶対
スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り、スルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。えよ、カラグリアの炎の剣か。正直なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だ。そんな単純な話でもないんだよ。いや、そういう意味でもないんだ。え、あの呼び名には俺じゃない何かが付きまとっているか、自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。ふん、俺は単純にすげえって思うけどな。
宿の用意があるって言うけどさ。だからって今から町の外で野営ってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、寝込みを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話？労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ？カラグリアがことさら過酷だったってことではないの？シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、投降記送りは懲罰だからそもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ。何が正しいのか、まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、ティオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしね。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ？町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか？そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。ようこそ突国の方々。スルド閣下の使いの者より承っております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああ、
そうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に注文しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リメル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首を。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっとラオ！見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。なあ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだっていうの？確証はないけどな。すごいな、古巣で仕込まれたってやつ。愛らしいわね。何か言ったか？ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの？誰かに仕込まれてもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。フル！だが何者だろうな。スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか？あのティオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうち。行くさ。わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えないけど。なあ、そろそろ行こうぜ。
見失っちゃったね。ただここに連れてきたということは、地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって足元がこれじゃおちおち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。足が滑った。大丈夫か？あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは普通なら叫び声が上がってるところよ。あなたのね。ん？ああ、イバラか。そうだな。俺には無害だ。それより、いきなり触れたりして悪かった。そうね。気をつけて。ねえ、アルフェン。ん？いえ、何でもないわ。気にしないで。うん。お。お。何や。ないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。これだけ木が大きいのはやっぱり精霊力の影響ってやつなのか。可能性はあるけど、もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。
破するぞ。敵に使う限りはない。これで新しい武器作れないかな。やばそうだぜ。いかになるのか。私は親父に近づいたから怖え。売ることだってできるさ。いつもやるしかない。逃さない。いけぞ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの？いいんだよ。本気を出すまでもなかったな。少し強そうだけど、見返りも期待できる。油断しないで。言われなくても。火の精霊。魔王エリーか。やっと。魔人剣。この世の前に。魔王が魔人剣。今だ。やっと。打ち込め。決めてやる。魔人剣。魔人剣。どうか魔人剣。どういうところが僕らいるのか。灼熱の。バーンストライク。これぐらいの相手なら問題ないな。
だ。下見るの忘れてた。落ちたらひとたまりもない。助けを呼んでも誰も来てくれそうにないしな。突破するぞ。やっと危ない。あったないわ。見てみろ。やっと俺怒りかよ。どういうこと。この元に優勢に来てるんだ。油断はしないでおく。決めたい。精霊力全開。いっけー。新しい武具か。なんとかなったな。あの光ったやつやっちまうか。切らないのか。気をつけて。下手だ。やめろ。魔王エニオン。まだよ。マジンテン。呼ばれたか。片付いてきたな。残りは俺に任せろ。私強くなったかも。終わりだ。
の灼熱のバーンストライク。さあ次よ、任せとけ。俺様金キラ金、気に入ってもらえて何より。サクッと蹴散らしてやら、私に任せて。お前の分も引き受けるか。冗談、小物に時間はかけてられないわ。精度が上がったわ。どっちなさい。なんとかなったな。いいのかしらこれ。使えそうな装備ね。どっちを向いても緑緑緑。カラグリアは私でもやっつけられた。終わりだ。されすぎだろ。俺外さないわ。決めて。精霊力を叩き込む。やったか。完璧だね。やったよ。終わりだ。倒す。やったよ。クライアー、まだまだ上を目指す。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。
装備。今見直したか。しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。ロー、うわっ、なんだこいつ、ズーベルか。でかいぞ、みんな気をつけろ。大丈夫かみんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。そうでないことを祈ろう。といたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。私確実についてる。なんか機嫌。
こんなところで焚き火なんかして。できたわ。シオン、少しいいか。休まないの？少し話。話すことなんてない。そうか。別に邪魔とも言ってないわ。ああ。ごめんなさい。別にそんな構えなくたって。ずっと茨があったから。友達？古い古い人形よ。ああ、子供の頃の私にとってはそれが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、ずいぶん一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない。ただその人形、誰がくれたのかと思って。覚えてないわ。ずっと昔のことだし。今はそのレネギスを離れるとき、私はもう一食するから先に寝てて。おはよう。行きましょうか。ここまで来て何もないってことはないでしょうね。少なくとも無駄骨じゃなさそうだぜ。本当に？この衛兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いがこちとらこういうのは割と得意でね。まさかあんたか。ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。どうやらおとなしくさせる必要があるようね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちに出てっておきたったんじゃないのかよ。答える必要はない。何かにやらず頑固だな。おとなしく旗で捕まえ。どうか爆撃。火の成分出さない。やめてくれ。死ぬの必要。
ハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつやっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ミキウダ兄さん。カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。あえて光栄だ。俺たちだけの力じゃない。たくさんの支えがあったおかげだ。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああ、そうだ。この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じこの衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。暗殺？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ。治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？
もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか。金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない物質でなくなったもの。かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに。猿陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって。もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに。安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの。なぜ兄さんだけが。おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目に遭ってまでやるんだ。この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一介の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終わればまた次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが。おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。
ああ。寝ないのか。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ピオハリムに打たれた部分か。多少違和感はあるが。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。銃弾数発で、スルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で。今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す。その約束も続けられるだろう。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら、炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。しちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。
君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。しばらくは勢いで三木浦に協力することになってるけど、まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムが三木浦の言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら。それはそうだけど、私はやっぱりレナ人を信じる気になれないし。兄弟って言ってもなんかややこしそうだったよな。俺たちのこともよくわからないか。それは俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわかる。だから確信が持てるまでは。フルルもミキウダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。フルあ、フクロウにもねえか。うん、あっ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 あるってあります。フクロウ最高。フルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？え、あ、私？私はそのどっちも。え？なんでもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか？何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。なんでもいいけどこいつを止めてくれ。屋上の奴らが育ったな。
せ。俺たち最強じゃねえか。いよいよね、アルフェンとか。俺は試してみましょう。出るな。行くぜ。フリードの走り。フレンド、今だよ。レンガダン、リール、トーマ、レンゴーガー。これでみんなの力になれるかな。出たぜ。邪魔よ。食らいな。早く止まり。どう倒したのか。お前の分も引き受けるな。そうだ。小物に時間はかけてられないわ。ああ。どんどん倒すぞ。ごめんに。精霊力を。精度が上がったわ。邪魔よ。終わりだ。火の精度を引き下げる。火を止める。スライダー終わり。光を連打だ。調べて。とどめ。終わり。ガリウス終わり。とどめだ。リール、見てたぞ。空振りするところ見たんじゃねえ。突破するぞ。俺おとりかよ。炎よ、あっちだね。巻き込め。超レインダウン。行くわよ。超レインダウン。痛いよ。止め。止め。エレーゼか。なら当たった。妨害を頼む。もう一発。今だよ。息も持たずに落ちてたぞ。精霊力を。アタック、ボム。やったか。完璧だね。とどめ。一発目。火の精霊力よ。どういうこと。
っさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろ。乗ってこいよ。どうだって。良くなったぜ。よし。ああ、うん、敵の気配はないな。ここにいたのか。よかった。お前たち、こんなところをうろうろするな。あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？どう？いや、言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。腕は？なぜこれを私に？兄さん、わからないけど、これまで会ってきた解放を信じる人々だから信じようって。あんただってそうだ。だから三木唄たちを通報してない。なぜそう思う？三木唄が信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ？いや、気にするな、たわごとさ。そうか。とにかく三木唄のやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺。そうだな。さて、あとは結構待つだけか。ああ、また宿の世話になろう。首輪に何か挟んである。あ、行っちゃった。明日決行だってよ。なら今のうちに準備をして。いよいよだ。ああ、
スルドはどう出るかな。見切った次第だろうな。とにかく採石場に急ごう。なあ、そろそろ行こうぜ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、そこで止まれ。ミキューダ、あのミキューダなのか。この池、その者どもを近づけるな。スルド閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは奥としよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための露払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々近衛兵の流儀。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避け。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだ。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここは
メナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が。大人たちはここを怪物の口に例えていた。でもそうだ、岩に染みついた血の跡、吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、全てあなたがもたらしてくださった。なぜ私たちが手にしているものの価値について。だからいずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを。いるぞ。見張りかなんかなのか。いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど。どういうことだ、なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい、ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。とは、キサラの盾はシオンの銃と同じで、レナの転送技術ってやつか。もちろん私は精霊術は使えない。私はただ操作しているだけだが、精霊力を封入した装置は。ってことはダナ人でも。だとしてもそれをダナ人に与えるなんて誰にでもというわけではないぞ。物で釣ってるだけじゃないの、リンウェル。だって変だよ。にわかに信じられないのは無理もない。その通りだ兄さん。いや、先走ったな。
のうち仕留める。超連打だ。みなぎってくる。ケネルといい、ズーグルといい、なんなの。行きましょう。ああ、問題ない。私が生まれるより前なのは確かだわ。多分何十年も経ってる。そんな長いこと掘ってるんだ。よく崩落しないものね。スクルルは隠れてて。まっすぐ終わりよ。やっと食べよ。続けて。レンガだ。水の滝に炎の元に巻き込め。この上だ。
さも測れなかったね。
ややこしいとこだな。道はこっちでいいのか？ああ、近くに金属製の足場がある。そこを抜ければ奥まで行ける。ミキューダを警戒しているのかね。心配せずとも舞台を働く男ではあるまい。容赦しないわよ。スライダー、もう一発スライダー、クライダー、アメよクライダー、とどめ、こっからだぜ、ラッグザワイカリアリー。この調子でいきましょう。
と。さっさと片付けましょう。これでいける。引き締めていこう。ここのようね。この奥に医療施設があるのか。行きましょう。
こんな地底湖があったとはね。それで医療施設はどこにある？ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。彼らはどこに行ったの？我々の目の前だ。今まさに目の当たりにしている。どういう意味？ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか？違う、君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだったものだ。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれないが、やだよ。ねえ、嘘でしょ？まさかこの湖全体が？そう、虚水だ。この全てが。話が見えないぞ、ミキューだ。その手は何だ？虚水？一体何の話をしている？これがあなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。後にはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが虚水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナジンが。それを信じろというのか？精霊力を操る術を持たないダナ人の君の言葉を。鋭である、私も知らないようなこと。ならば最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実、全ての元凶です。ミス、何を？これが証拠です。あなたの知らないところで大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。ミサ、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなれば、メナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は兄さん、すまない、キサラ。だが閣下に信じていただくにはこうするしかなかった。どの道もう私は長くはなかった。ティオハリム様を助けて、どうか私たちの夢を。
やめろー！
大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが御木浦の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鋭の地位など求めたことはなかった。それなのに鋭ブリガで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末魔、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、
それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。そんな、共存の夢は私たちに語りかけた理想は、あれは、あれが全て、全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティオハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。そんなことって、よせ、話せ、話して。やめろ、キサラ、やめるんだ。話して、私はこいつを三木浦の意志を無駄にする気か。あんたに託された夢はどうなる。殺せばいい。私は空っぽだ。スルトの重責に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。気が変わらないうちに。少しは落ち着いたか。ありがとう。これからどうする。私はまだあの男に用があるわ。あいつが今さらビエザのようになるとも思えない。戦う理由はないはずだ。いいこと。私は、ね、なんだか外が騒がしいよ。サラ、ここにいたか。どうした。ケルザレク様が反乱を起こした。宮殿からダナ人を追放している。なんだと。一体ティオハリム様は。それがどこにもいらっしゃらない。お前は見ていないのか。ああ、採石場までは一緒だったが。そうか。とにかく今は宮殿に近づかない方がいい。共存派のレナ人も拘束されているらしい。これからどうなるかわからん。お前も用心しろよ。共存の裏で不満を貯めているレナ人もいたということのようね。これがメナンシアの現実か。諦めるのか。この国はもう終わりだ。兄さんの夢を叶えるなんて。それでいいのか。
今の兵士も言ってたじゃないか、共存派のレナっているんだよ、そういうやつだって。望みはまだある。だがそれを信じる者がいなくなったら本当に終わりだ。違うか？宮殿に行く。何が起きているのかこの目で確かめる。何をしている？何って宮殿に行くんだろ。それはそうだが、お前たちが来る必要はないはずだ。テュオハリムに言わせると、俺たちは解放者なんだそうだ。気がかりだが、今は宮殿に行かせてくれ。ああ、騒ぎが大きくなる前に頭を抑えた方がいい。ケルサレク様を止めなければ。なあ、もう様はいらないんじゃないか。ダナ人にも、むしろ彼こそが一連の黒幕と見るべきでしょ。テュオハリムに不満を持つレナがいても不思議ではなかったけど、側近までとは思わなかった。そうか。大丈夫か？このまま終わらせたくはない。ああ、力で抑えつけようとする奴は立てこもるからには敵は迎え撃つつもり。ならこちらも準備を整えて挑まないとな。